彼女は、うるさい。と、そっけなかった。体を起こしながら、ニムエは小さくつぶやいていた。お前に背中をさすられて、救われた気がした。と、まさか、自分をかばってくれた理由がそれだったのだろうか。 背中を刺する。ただそれだけのことなのに。それ以上は何を尋ねても。うるさい。黙れ。死にたいのか?の繰り返しで、真意には近づけなかった。 背中を刺すられたのが嬉しかったみたいだね。これ以降、日記の書き手で打ち解けていくんだが、続きがどうなるかは読んでみればわかるんだ。抑えることができない。ニムエは彼女自身に宿る殺意を、そう表現した。 本当は血を見るのも嫌いなんだ。ため息交じりにニミエは言った。信じてもらえないかもしれないな。と、自嘲気味に彼女は続けた。そんなことはないと自分が答えると、彼女は、ありがとう。と表情を緩めた。正面から方向が聞こえてきた。 試験で課せられた殺害対象を、ついに見つけた。相棒のことを理解しかけたところで、試験の終わりが近づいている。最初から分かっていた。刹那的で儚い関係になると、どちらかが必ず死ぬことになるのだ。生き残れた。強敵を相手にしながら、 二人とも命がある。ただし、心の底から喜べるわけではない。
お前と相棒になれてよかった。さあ、行こう。なんて言い出すなよ。Thank you.
相手にしながら二人とも命がある。ただし心の底から喜べるわけではない。この試験は参加者の半数以上が死に至る。半数を下回ることは絶対にない。その不条理なしきたりがあるからこそ打ち解けるつもりはなかった。なのに今では彼女のことを仲間だと思ってしまっている。それは本来抱いてはいけない感情だ。一人前の魔法使いとしての覚悟が試されている。証明する方法は一つ。試験の最中にあるものを生贄に捧げること。そのあるものとは道中を共にした相棒の命である。仲間という言葉を意識的に避けてきた。
そう表現した瞬間、大切な存在になってしまうからだ。道中で掛け合った罵声や悪態も、そして励ましや優しさも、忘れ去ることはできない。そんな記憶や思い出さえなければ、こんな複雑な思いもせずに済んだ。串刺しにされるような心の痛みを感じずに済んだ。ニミエと目が合った。お互いに似たような思いを抱いたに違いない。どうせなら人思いに。それが過酷な旅を共にした仲間へのせめてもの思いやりだと信じて。右腕を通じてニミエの記憶や感情が止めどなく流れ込んでくる。お前と戦うのがこんなに苦しいなんて。せめて、人思いに殺してあげる。生まれた時からまともじゃなかった。Hey!
お前と知り合ったし。
ミへの記憶や感情が止めどなく流れ込んでくる。その最後にドス黒い意識が押し寄せてきた。これが生贄の代償か。他人がそこに宿っているような錯覚。ニミエが抱えていた殺戮衝動までも取り込んでいた。自分の意識と肉体が今後どうなってしまうのか想像もつかない。この日記をつけ始めたのは今の自分を覚えておくためだ。いつか化け物のようになってしまうかもしれない。現にその兆候は現れている。それでもニミエの存在をこの右腕から感じ取ることができる。彼女が抱えていた憎しみや悲しみ、あるいはほんの少しの希望とともに、その確かな感覚だけが仲間を失った喪失感を和らげてくれていた。数日後、アバロンへの加入が正式に認められた。魔法使いを束ねる組織であり、魔物の排除を受け負う組織だ。自分はここで出会うことになる。あの、不老不死の男と。自分の右腕には、ニミエの魂が宿っている。その魂から、おぼろげではあるが、声が聞こえる。仮に断片であったとしても、ここに記そうと思う。それが証になるはずだ。ニミエという魔法使いが、この世に存在していたという、確かな証に。きっと私は狂っていた。自分の出生の秘密を知ったその瞬間から、まともじゃない私はまともな世界のすべてを恨み、妬み、憎悪した。我ながらひどい女だ。世界中を憎んだ挙句、その身勝手さに自己嫌悪する。私は心の中に殺意という化け物を飼っている。相棒になったお前も最初は憎しみの対象だった。どこからどう見ても私と違ってまともだったからだ。ずっとそんな調子だから私は孤独だったのだろう。仲間なんていた試しがない。お前に出会うまでは背中をさすられただけなのに、随分と癒された気がした。嬉しかった。もしお前と違う形で出会っていたら、私らしくない、そんなありえない想像すらしてしまった。だから恨んじゃいない。憎しみに染まった人生だったけど、最後の最後は人間らしさを味わえた気がする。ありがとう。そしてごめんなさい。私の殺意はお前のその右腕に受け継がれてしまう。それは私が心の中で飼っていた醜い化け物、その化け物が私の最初で最後の仲間を壊してしまわないように、私は命が尽きる最後の瞬間までそれだけを祈っていた。